祭りは楽しかった？ミラ、毛布。うん。今から景品でもらったこの赤ちゃんとティーパーティーするんだ。モーフル、赤ちゃんお茶嫌だと思う。さあモーフル、今日も魔法みたいな日にしよう。うん。アニミ、この子に命を吹き込んでくれる？そしたら本当にお茶が飲めるよ。いらっしゃい、メアリーさん。こんにちは。魔法のペットに重いレンガを運ぶのを手伝ってほしいの。誰かに頼める？アニミが命を吹き込めばレンガが自分で歩くよ。それって最高。ちょっと行ってくるね、ミラ、モーフル。バイバイ。待って、巨大赤ちゃん。魔法のペットのおやつを食べちゃダメだよ。ボールになって。ありゃ、この子に命を吹き込んだのは失敗だったかも。アニミのところに連れて行って、また元の人形に戻してもらおう。あ、大変！赤ちゃんダメ！パンダブースさんとバーキーが怖がってる。モーフル、タコに変身して赤ちゃんを車から降ろそう。ダメだよ、やめて巨大赤ちゃん。それは食べられないよ。 Oh no! ワゴンが。ごめんね、ジェラルドさん、後で直すから。モーフル、ダンプカーに変身して赤ちゃんを捕まえよう。モーフル変身。いいこと思いついた。赤ちゃんを寝かしつけよう。キラキラ光る小さな星よ。やったねモーフル。アニミ、赤ちゃんを元のお人形に戻してくれる？急いでアニミ。ミラ、どうなってるんだ？ごめんねパパ、次にティーパーティーをするときはおもちゃに命を吹き込まないようにする。魔法のペットと一緒だと毎日が魔法みたい。ミラ、モーフル、飼育員さんから電話で動物園に来てほしいそうだよ。わかった。モーフル、空飛ぶお家になってくれる？ミラ、モーフル、お願いがあるんだ。お家を見つけてほしい。ペンギンとラクダと猿を野生に返したいんだ。いいよ。ありがとう。モーフルの空飛ぶお家で出発するよ。暑くてカラカラの砂漠はラクダさんにぴったりのお家だね。モーフル見て、ドラゴンだ。もしかして私たちと一緒に来たいの？この子にも新しいお家を見つけてあげようね、モーフル。イエーイ。南極はペンギンさんにはぴったりのお家だけど、ドラゴンさんには寒すぎるよね。よし、違うところに行こう。ジャングルはサルさんにぴったりのお家だね。ありゃ、雨の多いジャングルはドラゴンさんには湿っぽすぎるね。ドラゴンさんにぴったりのお家を探すのって難しい。でも絶対諦めないよ。見てモーフル、火山だよ。ここならドラゴンさんのお家にぴったりだね。
よかった。ドラゴンさん、新しいお家がすっごく気に入ったみたい。それじゃあ私たちはもう家に帰るね。バイバイ。あなたは魔法のペットなんだね。魔法のペットは世界中のどこよりも人間の友達と一緒のお家で暮らしたいんだよね。でもうちにはもう魔法のペットがいるの。モーフルだよ。でも人間の友達を見つけてくれるいい場所があるんだ。魔法のペットショップにいればぴったりな友達がすぐ見つかるよ。見てモーフル、こうするの。モーフルもふぅ、ふぅ。大丈夫だよモーフル、すぐできるようになる。でもこの子にはかなわないだろうね。ボバだよ、新しい魔法のペットだ。ボバはシャボン玉が大好きなんだ。シャボン玉だけに弾けすぎちゃうんだけどね。わあ、ほらね、楽しそう。イエーイ。ボバもう下ろしてくれ。何か大きなものになって。ジャンプか。よし、モーフル、ミラ、助ける。ミラ、どうなっとるんだ。誰か助けてくれ。見つけたぞボバ。いいかい、魔法のシャボン玉をそこら中に飛ばしちゃダメだ。町が大変なことになる。パパ、モーフル、シャボン玉を割ってくれる？ボバ、ありがとうモーフル。戻ってこなかったらどうしようかとヒヤヒヤしたよ。よしボバ、いくらシャボン玉でもあんまり弾けすぎちゃダメだぞ。さあどうぞ、ご注文のロボット2体だよ。やったぞ。え、何？別に。ありがとう、じゃあね。全部持ってきてるか？いや、完璧。あ、見て、悪者兄弟。見て、悪者兄弟。いや。あ、し。モーフル。ミラ。ボールのことは忘れて行こう。さあ、一緒に来て。いいよ。モーフル、
ねえ、違う遊びをする？いや。それじゃあ、もう家に帰る？いや。何かしたいことある？いや。モーフル、あのアイスを取って。ハハ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 ハ。どうしたの？すっごく変だよ。変身も嫌がるなんて。いや、それしか言わない。いやいやいやって。パパ、モーフルがおかしいんだよ。こらこら、そんなことを言っちゃいけないよ。やあモーフル、アイスを食べるかい？いや、アイスが嫌？確かに変だな。わあ、ほらね、このモーフルは偽物。悪者兄弟だ。モーフル、あのボールを取って。あ、あ。ちょっと。パパ、あそこだ。まずいぞ、ミラのパパだ。やあミラ、何してるんだ？あ、そのおままごと。こっち。モーフル、早く乗って。わかったよ、ならいいや。バイバイミラ。バイバイパパ。それじゃあもっといたずらしようぜ。モーフル、壁を塗って。いいか、変身しろ。パトカーに。いや。消防車。いや。上層になれ。いや。ねえ鏡さん、鏡の世界がどうなっているか見せてくれない？もちろんいいとも、ミラ。いかんいかん、モーフル、私の中に戻すんだ。あれはオーフル。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、オーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。それじゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こうモーフル、クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。やあモーフル、元気かい？おお、おまわりさん、よし。おお、何するんだ。オーフル。モーフル、このまま置いていく気か？誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたなモーフル、早くここから降ろせ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。え？いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたよ。いや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ、こんな風に。大変、今の笑い方モーフルだよ。早く見つけなきゃ。何やってるのモーフル。何か作ってるとか。ちょっとどういうつもりなの。ねえやめてよモーフル。ってあれがモーフルなら、あれ誰。モーフル。どっちが本物なの？これ以上オーフルがモーフルのふりできないようにしなくちゃ。クローマ、オーフルを緑にして。オーフル緑？
盗むといいね。悪いことをしたら私たちが絶対捕まえるって言ったでしょ。ああ、ありがとう、ミラ・モーフル。俺たちにもモーフルみたいなペットがいれば街をもっとめちゃくちゃにできるのにな。見ろよ、モーフルだ。ここから出してくれないか。イエーイ。大変だ、車が。何？どうやって脱走したんだ？まったくけしからん。まずいぞ、フリーズ警官だ。急げ、オーフル、何か大きなものになれ。ティラノサウルス。思ったより怖くないな。サル、ちょっとカメラを返して。はい。取りにおいで。悪者兄弟がロボットでやったんだ。ロボット？私たちが捕まえるよ。悪者兄弟が怖いティラノサウルスを連れてたんだ。ロボットだけじゃなく恐竜も？どうなってるんだろう。捕まえてくるから任せて。悪者兄弟の猿がカメラをあそこに置いたの。悪者兄弟を探そう、モーフル。ロボットに恐竜に、それから猿まで。わかった、悪者はオーフルと一緒なんだよ。私たちが捕まえるね。まずいぞ、あれミラとモーフルだ。急げオーフル、何か大きなものになれ。モーフルもティラノサウルスに変身して。モーフル変身。もっと大きくなれないのかよ。モーフル、モーフルもロボットになって。モーフル変身。気持ち悪い。モーフルやめてくれ。オッケー。モーフル、もう疲れた。悪いことをしたら私たちが絶対捕まえるって言ったでしょ。魔法のペットが一緒だと毎日が魔法みたい。モーフル、私ちょっと用事があるんだ。モーフルも行く。ごめんね、秘密なんだ。だからお家で待ってて。大丈夫、すぐ戻ってくるよ。ミラ、じゃあね、モーフル。どうしたモーフル。ミラどこ。知らないんだ、でもすぐに帰ってくるよ。モーフル変身。ミラ、ミラ。あ、モーフル、どうしたの？ミラ、いる？ここにはいないよ、ごめんね。モーフル、変身！いないの。下ろして、モーフル。
ここにはいないよ。わあ、ミラいる？いないよ、モーフル。どこか違うところにいるんじゃない？ミラどこ？モーフルが泣いてる。まったくけしからん。おいでモーフル、泣かなくていい。ミラはお家で待ってるよ。行くのはまだ早いぞ。裏庭を確かめてないだろう。サプライズ。ミラー！モーフルのためのびっくりパーティーだよ。いつも最高の魔法のペットでいてくれてありがとう。魔法のペットと仲良しな友達が一緒なら毎日がごほうびじゃん。いやあ、かわいいおちびくん。この子が将来大きくて怖いライオンになるなんてね。パウロ博士から盗んだこの光線銃があれば、どんな動物も巨大化できるんだ。動物園でいっぱい遊ぼうね、モーフル。イエーイ。ミラ、モーフル、悪者兄弟が動物を大きくしたんだ。大変、元の大きさに戻さなくちゃ。モーフル、スーパーヒーローに変身して。気持ちいいなバーキー。え、おお、なんだ。おい、嘘だろ。うわその光線銃を渡しなさい。誰が渡すもんか。夜撃ってやれ。おっと、こりゃかなわねえや。覚えてろよ。やったね。じゃあ動物を元に戻しに行こう。ペンギンさんだよ。まず一匹。あれ？おやおや、ずいぶん小さくなったね。でもすっごくかわいいよ。おお。うん？イエーイ！エイプリル！モーフル、ボールに変身して。ウェーイ！イエーイ！私も変身できたらいいのにな。いいこと思いついた。キラキラパグの魔法で魔法のペットにしてもらおう。私たちをモーフルにして。よし、競争しよう。
一番高くジャンプできた人が勝ち。モーフルにして。おお、なんだ、わあ、すごい。ヘリコプターに変身。おおおおおお、あれってサンダーブースター？ あれはまずいよ。追いかけよう。着地して、エイプリル。これ、うわ、難しい。今助けるよ、メアリーさん。もう大丈夫。わー、急いでモーフル。よし、飛行機に変身してくれる？あー、ふう、よし、今度はロボットになろう。思いついたよ。一緒に捕まえよう。止まりなさい。イエーイ、やったね。二人ともいたずらばっかりしちゃダメでしょ。ごめんね、ミラーモーフル。私も変身しちゃダメだった。キラキラパグ、元に戻してくれる？すっごく楽しかったのに。楽しかった。でもモーフルになるのって大変。私に戻れてよかった。そう、モーフルは一人だけだし、エイプリルも一人だけ。二人とも大好きだよ。ワクション、え、いや、ミラとワクション。モーフル、風邪をひいちゃってね、仕事にならないんだ。お手伝いするよ、ジョーさん。モーフル手伝う。じゃあ、そこの車を急いで持ち主に届けてくれる？持ち主は、リストに書いてある。ありゃ、持ち主の名前が全部インクで汚れちゃってる。でも頑張ればきっと届けられるよ。モーフル、とーっても大きなダンプカーになって。トラクターはおまわりさんのフリーズさんに届けるみたい。おまわりさんにトラクター？そう、多分そう書いてあると思う。オッケー。え？待ってくれ。ごめんね、フリーズさん、待てないの。急いでるんだ。え、何？まあ、ね、失礼、下が見えない。いいだろう。こいつじゃ追いつけん。やーい、ノロマ。大変、届けるところを間違えちゃったみたい。モーフル、パトカーになってくれる？モーフル捕まえる。おお、うん、よし、じゃあ車を本当の持ち主に届けよう。うん、まずあのトラクターの持ち主は、はあ、あ、農家のボブさん。僕の
アイスクリームワゴンの持ち主はジェラルドさん。イエーイ。いや、ミラ、モーフル、どうだった？ちゃんと全部の車を届けてきたよ。ああ、よかった。リストは役に立った？今日も魔法みたいな日にしよう。モーフル、変身して私に。それじゃあこれを着てパパやみんなをびっくりさせに行こう。モーフル、私にそっくりだよ。モーフルはミラー。ああ、なんだミラか。2階にいると思ってた。そうだよ、2階にいたの。おお、あ、じゃあモーフルだね。やあミラ、遊ばない？モーフルも一緒に。モーフル、ここいない。でもミラ、遊ぼう。よし、じゃあ行こう。おはようミラ。おはよう。何して遊ぶ？遊びを考えるの得意だもんね。鬼ごっこ。いいね。よし、ミラが鬼。おもちゃを盗み放題だ。いい考えだね。ちょっと僕らのだよ。フラフープいただきだ。あれ？ミラー？待って、それを返して。どうなってるんだ？下ろしてくれよ。ミラーが二人いる。おい、置いてくな。モーフル、私になるのは楽しかった？でもモーフルはモーフルなのが一番。魔法のペットが一緒だと毎日が魔法みたい。大変。モーフル、元気が出ることしてあげる。バーが若返りの薬だよ。私の助手に使ってみましょう。あー、すっごくかわいい。どうしよう、私赤ちゃんのお世話したことないの。モフル、パパのところに連れて行って。私は解毒剤を作る。
いるんだミラ。上だよ。やっほー。モーフルとミラのスーパーヒーロー。オーフルもやる。オーフル、何してるんだ。オーフル、スーパースーツ。イエーイ。これでみんなスーパーヒーローだね。今日も魔法みたいな日にしよう。あ、いいこと思いついた。競争しようよ。モーフル、オーフルと競争。オーフル、モーフルと競争。先に山の頂上に着いた方が勝ち。位置について、よーい、ドン。オーフル、止まって。おっと、抜かれちゃった。ジャンプしよう。おお。ほほう、イエーイ。ん？なんだ？オーフル、ダメだよ。やったね、オーフル。あたし最強のスーパーヒーローだ。そうだ、近道があるの。あっちに行って、モーフル。はは、これなら勝てそうだ。イエーイ。なに、オーフル、車輪とジェットパックをつけて川を飛び越えよう。モーフル、翼を出して山まで飛んでいこう。モーフル、変身。モーフルもヘトヘト。モーフルもヘトヘト。ミラ勝ち。多分引き分けだ。イエーイ。オーフル勝ちじゃない。みんな勝ったんだ。本当に大事なのはね、勝ち負けじゃなくて楽しかったかどうかだよ。魔法のペットと一緒だと毎日が魔法みたい。二人もいるしね。まったく、けしからん。おお、洗脳光線を当ててやれ、夜。おお、メアリーさんにビルを壊させる。ビルを壊せ。モーフル、大きなロボットになって。あのビルと同じくらい大きく。
オーフル変身。わー、メアリーさんにもう街を壊させないで。モーフル、メアリーさん止める。あ、いや、モーフル、街を壊すのを手伝うんだ。オッケー、悪者。ああ、もうフルが悪くなった。ファウラ博士から盗んだこの洗脳光線銃のおかげでみんなに何でも言うことを聞かせられるんだ。ただでアイスをくれ。アイス、ただパパ、悪者たちがみんなに町を壊させてる。でもどうやって止める？いい考えがあるの。俺たちって天才だな。これも全部洗脳光線銃のおかげだ。パパ、悪者を捕まえて。うわ、なんだ。博士、光線銃を取って。返してもらうわ。おい、早くモーフルの洗脳を解いて。メアリーさんとフリーズさんも、モーフル、一緒に街を直してくれる？イエーイ！モーフル直しの好き！フリーズさん、悪者を逮捕して。街を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。なんでみんなミラの言うことを聞くんだよ。ああ、みんなを洗脳したのか。ミラの言うことを聞いたのは洗脳されたからじゃないわ。ミラの考えに賛成だったからよ。やりたくないことを無理やりさせるのはいいことじゃないよ。みんなよくやったね。素敵な魔法のペットが一緒だと毎日が魔法みたいだね。見て、モーフル、みんな色がなくなっちゃってる。モーフル、魔法のエフレに変身して。トゥルトゥル、トゥルトゥル、トゥルトゥル、じゃーん。モーフル、草は青じゃなくて緑だよ。信号を見て、こっちが青信号よ。こっちが青だ。いや、白だ。見つけた。クローマが町中のものから色を取っちゃったんだね。そんなことしちゃダメ。色のない世界なんてちっとも楽しくない。この動物さんたちも楽しい色にしよう。イエーイ。おお、見つけたぞ、クローマ。探したんだよ。君が色を取っちゃったせいで町は今大混乱なんだ。モーフルとクローマが力を合わせれば全部元の色に戻せるよ。
青だったな。どうぞお先に。おお、町を全部元通りにできたね。モーフルとクローマが力を合わせたおかげだ。